宿題も出てないし。放課後何して過ごそうかしら。ヒッキーポッくんとデートするもん。とんがりにとーまれ。おいミボリン、チートカスタネット。ゆっくり読書なんかもいいわよね。とんがりにとーまれ。それともママとお買い物に行こうかしら。あ、そうだ、滝野くん、この前借りたビデオだけど面白かった。どうしてさまよちゃんっていつもあんなにクールなんでしかね。えみさまよちゃんなんしか、やっぱりポッくんとデートしたんじゃなくてしか。じゃあま、みんなみぼりん、うちジャマとデートがしたいです。ながら冷たかりしね。はあ、仕方なか。どうせ僕目いっぱい暇ですし、この際ミボリの相手でもしましか。はあ、モテる男は辛かとですね。デートです、デートです、デートです。あ、もう分かったばい。今日はあんたさんとデートするばい。後で僕のうちに来ちくり。ほんとどすか、どすこい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 。どす、しやっぴー。ミボリンとデートなんて生かさない約束してしまいましたね。ちゃまちゃま、なんしか。さまよ様からお電話が。意味、はいはい、さまよちゃん、おばあちゃまでしばい。どうしたとですか。なに、サマヤちゃん家でみんなでビデオ見るんですか。ポッくんも行っていいんですか。よで、僕にそんなもんなんもありませんよ。もうすぐ行きますよ、飛んできますから。そこを一歩も動かんで待っててくれ。出かけるばい。しかしこれからちゃまちゃま、みぼこ様がいらっしゃるのでは。そうでしたね、貸してくれ。あー、ミボリン、僕は頭とおへそとおケツが痛いから、今日のデートは中止にします。さよなら、今日パティオカ。へっきたー、ウィチンコタマチンコヘケチンコー。ちゃまちゃま、おーい、じー、旦那様。チャマリンの姿が見えんが、どこ行ったか知らんか。はあ、先ほどサマヨ様からお電話がありまして。なに、サマヨちゃんから。はい、チャマちゃまは大喜びでお出かけになりました。そっか、バカ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 、もうチャマリンったらすぐサマヨちゃんとこ行っちゃうんだから。もう旦那様、よろしかったら私がお相手を。許せない、どうしよう。みぼりん、うち、ちゃまが病気だと思ってお見舞いに来たですのに。なに、ひどい、どうしよう。ちゃま、話は全部聞いたぞ。いくらさまよちゃんに誘われたからといって先約のあったミボリンに嘘をつくとはどういうことじゃ。それはですね。よいか、ちゃま、一度約束したことは男としてきちんと守らねばならん。約束通りミボリンとデートするのじゃ。Thank you.
でしかね。へえ、もうこんな時間ですよ。そろそろ帰らんとお父ちゃまに叱られるばい。心配しなくても大丈夫ですよ。時間はたっぷりあいとしかよ。さあ、行くだせ。ん？ジャマとミボリンじゃねえのか？変だな。みんなでビデオを見てる最中にお父さんに呼び出されて帰ったはずなのに。なるほど、ジャマのやつ、ミボリンとデートするために早く帰ったんだぜ。せっかくサマエちゃんが誘ってくれたのにね。まさか。信じられんな。よし、行って確かめようぜ。昔カニのおにぎりを取った悪いお猿がでっかいウスに潰されたとでしゅ。サルカニ合戦のお話じゃなくてとしゅ。なあ、ようよう二人さん、ね、サマヨちゃん何やってんだよこんなとこで。いや、そのこれはですね、あのデートとしゅ。やっぱりデートか。マヤちゃん、誤解せんでくれ。これにはワケが。あら、誤解なんかしないわよ。ジャマが誰とデートしようが私には関係ないもの。気にならんとでちか。でもちょっとは。全然そんなジャマ、ここはうるさくなってきたどす。もっと静かなところへ行くどす。さあ、マヤちゃん、行っちゃった。行ったな。昨日はすっかり疲れてしまいました、はあ、人形じゃあまあ一緒に学校に行こうです。あの僕らも誘いに来たんだけど。私たちお邪魔だったみたいね。どうしよう。行きましょう、滝野くん。サマヨちゃん、待ってくれ。サマヨちゃん、ピューサマ、うち昨日のデートでますますサマのことが好きになったです。この気持ち、分かってくれるどすか。なんだから。ジャーマー、今うちが手当てしてあげるどしょ。ミボリン、どしょ。これでいいどしょ。さあ、もう大丈夫どす。優しかでしね、ミボリンは。ミボリン、そこまで僕のことを。
面白くねえな。ねえ、ジャマ、なんすか？うち、ジャマをあらゆる敵から守ってみせるどす。だってうち、ジャマの隠れ言いなけつどすもの。そうでした。あんたしゃ、ぼくの言いなけつ予備軍でしたね。すっかり忘れてましたよ。幸せになれるかもしれませんね。あ、もう僕何も考えてながですから、何も。何慌ててるの？ひみ。掃除当番なんだから真面目にやってよね。お水汲んできて。はい、でしばい。行きましばい。うちが行くどす。こんな重たいもの邪魔に持たせられないどしゅ。前は俺のことを好きだって言ったのによ。女心ってのは変わりやすいよな。すごい、すごい、すごい。くしょ、邪魔に負けてられっか。ミーボリー、ヘイ、イエイ。もしこまれよ。おミポリン、乗ってかねえかい。なしか、あんた。いきなり厚かましか。人の言いなけずに。自分だけがモテると思ったら大間違いだぜ、チャマ。ミボリン、これ受け取ってくれや。これをうちに？見せかけの優しさに騙されちゃいかんばい。こんなやつは無視してさっさと帰るばい。おっと、ミボリンは俺と帰るんだぜ。俺とだぜ。お坊ちゃま君と袋小路君がミボリンを取り合ってる。チャマのやつ、ついにミボリンを本当の言いなけつにする気になったか。さまよちゃんじゃちっともデートしてくれないからな。デート、人間こうなりゃ力づくだ。何しろばい。それじゃあね。おにょれ、ひきょうもにゃ。なんと壮絶な戦いなんだ。一戦ももうからん、帰る。降りるドシュン、降ろしてくれドシュン。なんでだよ。ジャマの方が好きなんドシュン。ミボリン、やどし、やどし、やどしゅ。降りるドシュン。いで、ミボリン。ひみ、ミボリンどこまで行ったんですかね。もう3時ばい。
そこの公園でさまよちゃんが待ってるしよ。苦しい邪魔ヒンガミボリしっかりするとでしよ。うちのかかりつけの病院へ連れてってほしいでしゅ。どこでしかそれは。あっちだーい。わかりました。もう邪魔ったら。でも待ってなくちゃ、ミボリに負けられないもの。ミボリン、どこにあるのでしか、その病院ちゅうのは。あっちだしゅ。ひーこらバヒンバヒン、ひーこらひーこらバヒンバヒン。なんだかさっきから同じとこぐるぐる回ってませんか。あっちだしゅ。もう4時でしゅ。さまよちゃんもう怒って帰っちゃったとでしょうね。あっちだしゅ。もう邪魔ったら。冗談じゃないわ。もう絶対デートなんか誘ってやらない。邪魔。ミボリン、まだでしか。邪魔。うちのこと好きどすか。好きどす好きどす。さまよちゃんよりも好きどすか。あー好きどす好きど。負けとすね。